演舞開演。どうも、私のつれつれなる日常演舞さんです。はい、というわけで本日はこちらスターバックスの焼き菓子を買ってきましたので、こちらを食べたいと思います。スターバックスのね、ドトールに比べていろんなバリエーションがあるよね。中でもこのホットチップスが目立ちますね。ドトールにはこういうのなかったので、本当に楽しみでは、まずはこちらのミックスナッツから食べていきたいと思います。ナッツとコーヒーかな、イメージ合うような気もし、合うような気もしますけど、ナッツ。では、ご対面。わ、ちょっと香ばしい香りですね。では食べてみます。チョコのチョコレートにここまで違うの珍しいですね。最初になった食べたミックスナッツは結構甘さが強めで、口の中に噛んだ瞬間にカリッとした味と、でも浅そうではないですね。おそらくメープルシロップのにはちょっと香ばしさのある甘さが口の中にふわっと広がってきました。ナッツの食感もしっかりあってとっても美味しかったです。2つ目のチョコレートは打って変わってビターで苦め、こちらは甘めの飲み物に合わせることを想定しているのでしょうか。甘さ控えめでダークな苦味があって大人向けの味わいでした。そして3つ目のホワイトチョコレートアイスパフェも最初のナッツと同じで甘めなのですが、こちらはシャキシャキッと程よい食感があって、こちらも美味しかったですね。コーヒーと一緒、苦め甘め苦めといったところでしょうか。では続きまして、今回気になっていたこちらのポテトチップスとシーソルトと書いてあります。海の塩を使っているということなのでしょうか。ではコーヒーショップでポテトチップスではちょっとイメージつかないんですけど、中はシンプルですね。はい、ではいただきます。コーヒーに合うポテチなのかどうかは分かりませんが、やっぱり美味しいですね、このチップス。このミルクキャラメルワッフルは、こっち、ワッフル自体がちょっとふにゃっとした感じで、というような感じでした。中のキャラメルは、ほろ苦さと甘さがしっかり同居していて、とっても美味しかったです。でもやっぱりワッフルはサクッとしてる方が好きなんだよな。で、この2種類のポテトチップスですが、どちらも硬めのポテトチップスで、口に入れた瞬間にパリッパリッといういい音が響いてきました。で、塩の方はシンプルにします。ブラックペッパーはで、こっちの道に胡椒もまぶしてあって刺激があって、こっちの方がより好みでしたね。食感もあるので固めのポテトチップスとしながらぜひおすすめできます。でもこれにコーヒーを合わせるとしたら、やっぱり、甘めの方はいいかな。まあ刺激なので苦味も合うと思いますけど。というわけでスターバックスの焼き菓子6種類食べてみましたが、今回一番好きだったのは先ほどのポテトチップスブラックペッパー味で、あの刺激がまだに口の中に残っていて、まあ最後に食べたというのもあるんですけど、それが本当に心地いいです。そして次が最初のミックスナッツ、そう3番目はホワイトチョコレートパフという食感で楽しんでますね。なんかスターバックス、自分の近くのお店ではこれらしか買えなかったんですが、まだありそうですので、また機会があれば食べてみたいと思います。風鈴はサラリーマンかな、癒すので、まあ確かに飾っておくと癒すっていう点では働いてるのかもしれませんね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞閉演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。